サングアブリメだよ、みんな。もうこれまでさ、そんなにいい結果を残していない刹那圭介ですが、今回は頑張っていきたいと思います。でサングアブリメはね、とうとう来ました 200cc。 そしてキャラとマシンのパーツは自由ということでね、もう俺の本領発揮ですよ。これまでね、ヘイホーとデイジーというね、全く使ってこなかったキャラクターから選ばされておりますからね、早く自分のさ、慣れたキャラクターでミーで行きたい、ミーで。どうしようかな。バクゼル神様、行くぞお前。バクゼル神様、お前だけが頼りだ。 200cc だからな、結構コーナリング重視にセッティングしてね。操りやすいような感じでバギーで行こう。バギーを使ってこの曲がりやすさ重視、加速重視で、まあ挑んでいきたいと思います。どれにしよう。よっしゃ、皇帝クッパのカート使って、よっしゃあーちょっと待って、左下にもジジイおるやないかお前。おいとキャラかぶりする気やめろお前なんでさ、若者だらけのはずのさ、この12人のメンツなのにさ、ジジイが2人混ざっとんやねんよくわからん感じになっているフ個人戦ノーマルアイテム GPU なし千早さんのことがミストリアン。バックテラカメ様、さてコースなんやけど、第4レースのみビッグブルーで、それ以外は自由らしいです。俺の個人的な感じとしてはね、もう一人おるジジイには負けたくないな、絶対。さあ、200cc やけんさ、どっちかというと、くねくねしたコースは嫌やな、なんか、スピード出て曲がりにくかったりするけんね。ピーチサーキットで行こうか。確かここはそんなにコーナーがなかったはず。緩やかなコーナーが続くようなコースだったはず。さあ、左下のジジイには負けたくない。左下の、今左になった。今のジジイには負けたくない。ああ、ジジイ動くな。もう、このジジイにはっていうね、左下とか右下とかだな、左上とかさ、ちょっといちいち変えなあかんやんや。動き回るんじゃないわ。お前は認知症か。あ、空港やった。おじいちゃん、そのままやないかな、お前。名前そのままやないか。だがな、お前はただのジジイ、俺は神。負けるわけにはいかんよ。どれがジジイだ？あ、4位のジャス、ジジイか、もしかしてあれ。あいつ、俺よりも上、前の順位に降りやがって。よっしゃ、あいつには負けんぞ、ジジイ。ジジイ、あいつには負けんぞ、ジジイ。ジジイ、あいつには負けんぞ、ジジイ。略して、GAG。そして、飛行機会社は、JAL で、JAL。どうでもいいか。よっしゃ、6位。ちょっとここもそんなにコーナーがきつくないけんさ、まだやりやすいよな、200cc でも。確か。なんで、なんとかこのコースはうまくやっていくぞ、こらー、ボケー。痛い！ダブル取り、あ、ダブル取れん。今、おじいちゃんって名前が見えたな。おじいちゃんめ、俺より前に降り上がって、許せん。バクヨ様、神様、頑張って。君だけが頼り。あなただけが頼りです。バク、あ、いたー！バクヨ様、神様、サンダーぐらい避けてーな。サンダーぐらいピョイって避けてんのは神でしょ。雷を司る神にさ、言ってさ、わしには脅さんといてくれって言っといてよ。くれんかったら困る。バクヨ様、なあ。行くぞ。こっから飛ばしていく。6位じゃ。まだまだ上目指せるだろう。おじいちゃんには負けんぞ。おじいちゃんどこじゃ。おじいちゃん2つ前の順位じゃん。ここで引かれ。そして、おじいちゃん。おじいちゃんはどこだ。おじいちゃん、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 赤コーラにぶつけられてめっちゃクラッシュしてた今。かわいそうに、同じおじいちゃんとしてかわいそうにって思うけど、これはバトルだよ、これは勝負だよ。いったー、ちょっとさっきから俺のことガンガン引いていきすぎなんやけど、みんな老いぼれには優しくせんか。ほら、老いぼれサンダーが来ましたよ。老いぼれサンダーが、みんなはな、空中から突き落として海に突き落としたからね。おいぼりを倒せずにしないやつは覚えてろ。よっしゃ、キノコで最後ラストスパートを決める。よっしゃ、でも順位は上がらない。6位か。わ、おじいちゃんに負けてる。
おじいちゃんに負けてる。くそ、おじいちゃんに負けちゃった。バックステップの神様、同じ時に今負けちゃあかんって。神なんやけど、こっち。わかる？確かにさ、雷神様にお願いできたくて、サンタ食らってしまったけどさ、ちゃんと説明しとって。雷神様にさ、うん。ドラゴンロード行こう。神様、あなたは、ドラゴンロードは強いはず。おっと、俺の空気、俺のこ、俺にとって合わせてくれたんがさ、千早さんがドラゴンロードを選んでくれている。バックステップの神様のホームコースですよ。選ばれろ。もう主催者が選んどんやけ、選ばれろ。ダン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 、来たー、主催者ありがとう。来ました、ドラゴンロード。ホームコースやけんな、ここではおじいちゃんに負けんぞ。最悪他のキャラクターに負けてもさ、おじいちゃんには勝つぞ。お前熊桃あたりには負けてもいい。あれは人気なキャラクターやけんな、熊桃は。ドラゴンロードでは負けないぞ。ドラゴンボール、ドラゴンボールを探せ。おじいちゃん、おじいちゃん、みんなめっちゃ邪魔だよ、邪魔だよお前ら。くそ、みんなあんなに急に壁激突しやがって。おっと、ここはこう曲がってきっちりキノコで挽回して。おじいちゃん、おじいちゃん待って、おじいちゃん。あ、結構クネクネしてるな、ドラゴンロード。よ、今考えたら 200cc で走るようなコースじゃないわ。ちょっとコース選ぶましたかなってちょっと今頃思っております。行って行って、めっちゃ壁で、あピカピカ光りながら落ちていくといく、ダイナミック自殺を行ってしまった。神様や死ぬという概念はないんだがね。おっと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 、操れていない、神の力を操れていないわ俺。キノコブレーキをかけながらここ曲がっていって、曲がりすぎ、ここキノブレーキをかけながら曲がって、のここでキノコもう一度使っての、ここで6位でキラーというね、なかなか神の力を使っているな。あ、なぜ俺アクセルが、なぜ A ボタンから指を離せるな今は。普通にアクセルから指離しとったわ、何しょん俺。ここ曲がりきって、おっと、ここかガードレールにぶつかってでもキノコを使って、ここはキノコを使ったらまずいな、扱えそうやけん使います。でテレサでなんか言い合いでも来い、いやでも来い、来んない、こんなんいらない、こんなんいらないよ、もう終わるわ、終わったわ、終わった、来いで終わったわ。おじいちゃんは、おじいちゃんはないや、おじいちゃんは、おじいちゃんはない、おい、おじいちゃんは、今回はおじいちゃんはないや、もうおじいちゃんと順位しか気になってない。やったー、おじいちゃんに勝ったー。ああ気が合うね、なんか髪型も若干似てるからね。200cc なんかめったに走らんからな、オンライン転戦では。それなりに走りやすいところを選びたいな。修羅の道を行く、あえて修羅の道を行くわ俺は。選ばれろ、選ばれろ。ちょっと待って、俺の右2人がさ、安牌なコース選んでるんやけど、マリオカードという。あんまりコーナーの多くないコースを選んでいる。おじいちゃんですら雨降っとるコースを 200cc で走ろうとしてるのに。あー、安牌のコース、クマもお前も選んでいたか。行くぞ、安牌コースじゃ。 200cc やけんさ、とてつもなく速いけど、このコースだったらぶつからずにきっちり曲がっていこう。あー、やったー、前のやつがエンスト起こした。今のうち、あー、さっきエンスト起こした人がすごい勢いで追いかけてきている。そして勢い、すごい勢いで壁にぶつかっていく。そして俺はアイテムに食らってすごい順位落としてビリ。なんで思った。お前ら神の雷を教えてやろう。いや、走りすぎ、引かれ。あ、やばい、使うタイミングを間違えたかもしれん。あ、そうでもないわ。やった、いい時間でちょっと切れたな。バレバレ内側を走ります。
神のダッシュです。神の B ダッシュ。おっと、行って、まだ分からん、まだまだ上を目指せる、俺はそう思うよ。ここでキノコ、キノコ頭やけんキノコが結構来やすいのか、そういうことなのか。そしてここでスターに切り替わって、ここをショートカットしていきます。土管なんかもの、クソくらいだ、知るか。よし、行って、でここでアイテム食らって順位をどんどん下げられます。なんだ、1個アイテム食らったらどんどん順位下がっていくね。なんなんこれ。これが 200cc か、やばい、ビリだ、ここに来てビリだ。うわ、しばビリは嫌じゃ。ここで決める、スター来い、ここでこそスターじゃねえのかよ。やばいやばいやばい、詰まっている。今回はドカンクソクライドはいない、ビリだ。しかも天津材おじいちゃんが一打ポイントランキングですごい体操は。おじいちゃん抜け駆け嫌だよ、おじいちゃんバックステップ神様心の俳句。さあレインボーロードだ、レインボーロードじゃないわ、間違えた、ビッグブルーだよ。わあ、空気読めよお前、ビッグブルーじゃなかったのかお前、おい。これこの人が選ばれたらすごい空気読めようになってるよ、この人の名前今後から空気読めようになるからね。あ、やばいかもしれん、やばいかもしれない、あ、危ない。よかった、松潤お前でよかった。一つ左の人選ばれたら、この人の名前は今回から空気読めようやから。ベーカワって名前の人らしいけど、空気読めようになるからね。よっしゃー。空気読めようの誕生を阻止して、ファイナルレースは、このビッグブルーだ。ここは早いよ。確かさ、すごい空調飛んでるとさ、ショートカットができるよな。200cc だったら。やってみようかな。もうぶつけ本番で。ちょっとビシ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 言ってる。これ本当に F0 だったら途中で1周目でクラッシュして終わるわこれ。HB の概念あるけん、あのゲーム。どこら辺で飛べばさ、ショートカットできるかで、ね、ビシビシ言ってる。もう関係ないぐらいビシビシ言ってる。もうさ、オーバーアンダーステアのとこ話じゃないわこれ。よっしゃ、飛んでみるか。後編だろ多分。後編で飛んだら、あ、お、そこまでのショートカットじゃなかったけど、綺麗に飛んだ気がする今。ここで飛べ、飛んだ、行って、行けー、あー届かん。結局10ゲームの力を借りて戻ってくるんだよね。ある意味10ゲームのショートカットがない今のは。どうでもいいか。ここでダッシュを決めます。もう 200cc にさらにブーストをかけている。もうここまでブーストいらないよというぐらいブーストをかけてしまった。さあ、めっちゃ速い。あ、もう一個か。もう一個来た。もう一個来た。そこでダッシュを決めて、最後にキラーを待っとる。キラーの使いどころが、いけー、最後の、最後のストレート、キラー抜け。なんでしょっぱい終わり方。おじいちゃんが2位になってるー。負けたよ、おじいちゃん。君は最高のジジイだ。